おはようございます。釣り子 TV です。これだから中古釣り道具屋巡りはやめられない2021冬っていうことで、中古釣り具屋さんでね、いい買い物ができたら、動画で紹介していこうかななんていうのもね、引き続き今年もやっていこうかと思うんですけども、今回はこちら。まずね、これが何なのかっていうと、はい、じゃじゃーん、御徒町の名店、キーポンですね。お正月の、三角くじなんかでね、よく、行ったりしてる釣り具屋さんですけども、新品ももちろんね、すごいラインナップなんですが、中古釣り具がね、なかなか熱いのが出てることがあるっていうことでね、今回ね、お正月以来久しぶりに行ってきたんですけども、こんな感じのシールが売ってたんで、これはね、ちょっとお土産でね、買ってきたんですが、こんなシールと、これね、こんな感じのシール、これがねレジ横に売ってたんで、あ、キーポンシールそういえば最近持ってなかったなと思って買ってみたんですが、はい、これはちょっと置いといて、これねもうちょっと見えてますよね。じゃあね、早速何を買ってきたか出していきたいと思いますけども、ダダダダー、イエーイ、これデプスのですね、ヒュージスピナーベイト1280円っていうことでね、これね、ヒュージバズベイトは最近店頭に並んでるの見たんですけども、ヒュージスピナーベイト欲しいなって思って、欲しいと思ったらこれ全然売ってないんですよね。出た時に買っとかないとね、なかなかね買いづらいのかなっていうことで、まあ結構定価もそんな安いものではないので、箱入り新品っていう感じでね、いいやつが手に入れられたなぁなんていうことですけども、まだまだありますよ。これとですね、もうじゃあね、はい、出していきますね。はい、ヒュージスピナーベイト。これね、ですね、パッケージに入ってないんで、1080円でしたね。でもね、これもう新品みたいな感じなんですよ。1080円。はい、ヒュージスピナーベイト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 1080円っていうことで以上かな。はい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 、以上ですね。これね、いやー、前ね、なんかキーポンでね、コンツアージグ祭りがあったなーなんてのはね覚えてるんですけども、今回ねヒュージスピナーベイト祭り2021冬みたいなのが起こっていて、でね、目についたの全部ね、買ってきちゃったんですけども、もうね、削り跡もない。まあ、ここら辺使ってるとね、結構塗装が剥がれたりするもんですが、全部ね、もうミントコンディションというか、綺麗な状態のヒュージスピナーベイトがですね、なんと1、2、3、4、5で、さらにこのね、袋入りでこう6、いやー、これはね嬉しいなーね。で、まあ出しどころなんですけども、結構ね春先にこのでっかいブレードのスピナーベイトが効くっていうのがよくあって、まあそんな時に例えば OSP の台風であるとか、前だったらなんかこうブレードだけとにかくでっかいウィローリーフのブレードを買って、好きなスピナーベイトにつけてっていう感じでやってたんですけども、デプスで言ったらこのヒュージスピナーベイトってほんと最初から結構ねこういう感じの巨大なブレードがついていていいよなーなんて思ってね、で買おうと思ったらね、ほんともう売ってなくて、まいっだなぁと思ってね、バズベイト出たからそろそろスピナーベイト出ないかなぁなんてね待ってたんですけども、そんな折に、キーポンに行ったらこういう感じでね、もうガサゴソガサーっていう感じでねあったんで、思わずね爆買いしてしまいましたね。まあでもこれだけ買っても、中古だったんでそんなにね高くなくね、まあ1個1000円ちょっとで買うことができたっていうことでね、これは嬉しいなってこと。早速じゃあちょっと1個開けてみますかね。これ、どんな感じか、ね。いやーね、たまにね、キーポンね、なんか大爆発起こるんですよね。こういうね、欲しいものが山盛りなんか入ってたりとか。あー、すごいこれ。トレーラーフック付きじゃありませんか。あれ？
これはついてない、ついてない、ついてない。2個ついてるやつがありましたね。これとこれにはね、トレーラーフックがね最初からつけてくれてるっていうことで、いやーこのねフックの大きい感じもねいいし、でここはワイヤーで壊れないようにね補強されていて、でここがこういう感じのアイみたいになってるんで、スナップでもね使えちゃったりするっていうね、こんな感じですけど、裏説明書きせっかくパッケージのやつもあるから見ていきたいと思いますけども、ヒュージシリーズで展開されるルアーは、規格外のモンスターを捕獲するべく、ブラッシュアップされ開発された怪魚ハンティングには必要不可欠なアイテムです。ということで、ラインアイにはファイト中などのライン結束部がアッパーアームや、ロアアームへずれてしまうことによるアームの変形や折れなどの、破損を防ぐためのクローズドアイが採用されています。またワイヤーリーダー&スナップを対応する怪魚長江にはクローズドアイが絶対とされており、強度面においてもロアアーム側が破損することは少なく、かけたいものを逃がしませんということで、フックについてですね、20キロ超の怪魚と指導にも耐えるヘビーワイヤー製ロングシャンクフック、スカートがですね水絡み耐久性にも優れるシリコン製フラッタースカートで、ヘッド数々のビッグバスに実績がある B カスタムヘッドをベースに独自のバランスセッティングによって手を加えたヘッドデザイン、ヒュージスピナーベイトに新規採用されたラインガードワイヤーはアームの変形を軽減するとともにクローズドアイのクロス部にラインが噛んでしまわないようにガードしてくれますということで、このワイヤーがですね 1.4 ミリっていうことで、怪魚の底知れぬパワーに対応する 1.4 ミリ硬質ステンレスアームを採用し、障害物回避性能、立ち上がりの速さを考慮したアームレングスを設計ということで、まあそんな感じでこういろいろ説明が書いてあるんですけども、あ、そっか、ここがクローズドアイだからここにこうラインが行って傷まないようにっていう意味もあって、ここにこういう前にラインが行って噛まないようにのワイヤーがついてるんですね。まあ何にしてもね、このウイローリーフのねブレード、この大きさが2歩ね、標準装備されてるっていうのがね最高じゃないですかっていうところと、あとはね、まあ、力強い感じのこのスカート、まあ、カラーはねいろいろなカラー変えましたけども、これでもってねちょっとね春先のね、怪魚というより、普通にブラックバス、これを狙いたいなと思ってね、ちょっといっぱい買ってきてみましたっていうのと、あとはねこれね、秋のあのこの白パターンの時のシーバスなんかにもすごい効くんですよね。だから秋に使いたいなと思って海でね、それで探していたっていうのもあるんですけども、ほんとなかなか売ってなくてね、でちょっと今のタイミングで変えたんで、2021年はまあブラックバスとともに、秋のねこの白パターンのシーバス釣りの時なんかもね、こういう感じのデカブレードで、でまあ大きな魚が来ても安心っていうね、シーバスで言ったらこのフックでもね全然小さいぐらいですから、何にしてもね友人がですね、同じ船で釣りしてた時にこれでね、なんだっけな、あれもうほんとね80センチ超えてたんじゃないかな、ブリね、釣って、でそれ食べたりしたんですけど、ブリも反応しちゃうのかよっていうね、なかなかね規格外のスピナーベイトなんで、今回はですね、まあ中古でこんなにたくさん、買うことに成功しました。はい、ちなみにキーポンでね、そんな感じで、今回はね嬉しいな嬉しいなっていう買い物ができたんで、動画にまとめてみました。またね、実際に釣れたりしたらとか、どんなタックルがね使いやすかったよみたいなのは実況動画の方でもね、やっていこうと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。どうしてもね、冬のこの寒い時期なんで、こういうストーブリーグというかね、なんだろう、ハイシーズンに向けてのね、買い出し動画とかそういうのが多くなってきちゃうかもしれないんですが、引き続きよろしくお願いします。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、御徒町のキーポンに行ったらですね、中古で、探していたヒュージスピナーベイトがですね、デプスですね、大量に買えたよっていう、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。